ここからは600万ダウンロードを達成するなど、スマホアプリとしても国民的パズルゲームとなりましたぷよぷよクエストをご紹介してまいります。さあ、細山田さん、はい、なんか距離がすっごいあるんですけど、微妙な距離関係ですが、これは続々とゲストが来るということですよね。はい、そうです。はい、はい、さあ、こんな距離感で今お話ししているのでちょっとなんか寂しいんですけれども、はい、よろしくお願いします。さあ、では早速お呼びいたしましょう。はい、まずは運営プロデューサーの高大輔さん、そして開発ディレクターの井上正幸さんです。細山田さんが細くなりますように。ならないようこそ、どうぞおかけください。ぷよぷよクエストがもっとヒットして、細山田さんがパプリスの着ぐるみを作ってくれますように作らないすぐ答え出せる。さあ、お越しいただきました。はい、それでは改めてご挨拶お願いいたします。ではまずタカピーお願いします。はい、ぷよぷよクエスト運営プロデューサー高大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますお願いします。よろしくお願いします。では公の場初登場ということですが、こう呼ばせていただきます。イノディ。はい、イノディこと開発ディレクターの井上です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、このスマホゲームのぷよぷよクエストなんですが、略してぷよクエでいいんですよね。はい、はい、これがもうかなりもうダウンロード数もすごいというふうに伺っているんですが、まだ様子見の方ですとか遊んでない方もいらっしゃると思いますので、この映像からご覧ください。あっという間に600万ダウンロード。ぷよぷよクエスト、みんな大好きぷよぷよがスマホゲームになったよ。バイエー、パズルと RPG が一緒になって楽しさパワーアップ。やった。集めたキャラクターたちを育ててお気に入りのチームを作ったり、友達とギルドを作って一緒にボスを倒したり、楽しい遊びが盛りだくさん。ぷよぷよクエスト、ぷよクエで検索。はい、ご覧いただきました。いや、600万ダウンロードって確かにすごいと思うんですけど、ちょっとなんか想像ができないというか、分かりにくい、うん、なんか分かりやすく表現できますかね。ちょっと調べてきたんですけど、はい、千葉県の人口が600万人らしいと。千葉県いうところで千葉、まあ、千葉の方皆さんがぷよくよをやっているぐらいのイメージ。分かりやすい千葉県全員ぷよくよユーザー、お、あ、素晴らしい。千葉県の人は分かるかもしれないちなみにですね、今スタッフの方からちょっとメモをいただいて、はい、そこに700万ダウンロード達成って書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。700万、もう100万プラスされました。これはちなみに何か分かりやすく何かありますか。700万だと多分埼玉ぐらい埼玉県ぐらい、バージョンアップしたのかダウンしたのかよく分からない感じのだったんじゃないかな、はい、ちょっと分かんないですけども、いい感じの多分、はい、埼玉は全員がやってるぷよぷよクエスト、ありがとうございます。ありがとうございます。なおですね、公式発表は明日になるということです。そしてここで合わせて素敵なプレゼントの情報もお知らせするということなんですが、ですね、こちらはただいま放送中の番組ぷよっと楽しいぷよぷよクエストのラストで視聴者の方全員にプレゼントがあるということです。まだぷよクエをダウンロードしていない方はダウンロードしながらこちらの番組をお楽しみいただければと思います。お願いします。はい、お願いします。さあさあさあ、それではですね、いよいよスペシャルゲスト、そうですね、この距離が分かりますね、はい、ちょっと距離を埋めたいので早速お呼びしたいと思います。はい、ここからはこのお二人と一緒に続けてまいりたいと思います。ではお呼びいたしましょう。アルル役とクルーク役の園崎美恵さん、そしてウィッチ役のさくらかおるさんです。どうぞ。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあお二人は700万人のうちの一人ということなんですが、はい、普段はどんなプレー生活を送ってるんですか。はい、うん、どうですか桜さん。私は日々課金課金の日でガチャガチャで2人で話してたぞ。課金しなくても遊べる有料ゲームでございます。全然遊べる。ガチャをするのがすごく好きでついついちょっとね手が動いちゃうんですけども。私はもうあの毎朝朝晩の通勤の時間はいつも不欲へとともにあります。今地下鉄でもほら、電波がね通せるようになったじゃないですか、はい、それで結構コツコツとレベルを上げたりユーザーレベルを上げカードを集め通勤の時に通勤の時に本当は通勤だけじゃないんですけどね、はい、朝起きてとりあえずワンクエやっとくかみたいなやる気消化しとくか、まあ、やる気を消化しとくかみたいなそんなガチ勢かもしれない、はい、ガチ勢ありがとうございますありがとうございます。はい、皆さんガチでやってらっしゃるということですので、はい、ぜひ本日はこの場で端末ご用意してますのでお二人にぷよクエをプレイしていただきたいと思うんですが、はい、今回プレイしていただくのはクエストではなくバトルになります。はい、日本全国700万人のぷよクエユーザーの皆さん、今日は園崎さんとさくらさんがバトルを行います。ではまずはですねさくらさんの普段お使いのデッキを見せていただきたいんですが、はい、公開しちゃうんですよ。やっぱりウィッチがね、ウィッチを、はい、先頭にして、はい、ちょっと無茶ぶりでこれちょっと読んでもらえないんですか、ね、これをですか、はい、私魔法薬作りが得意なんですのよ。あなたもお一ついかが。ボイスが実装されました。ボイスが実装されました。うちのウィッチそんな風に喋んないよ。入ってない入ってない入ってない。いいね、生声ね、やっぱりさすがですね。本物だ。ひどい振りをしました、すいません。はい、はい、ありがとうございます。どうですかデッキ井上。そうですね、女の子がこう3人いて4体目がこう体育座りしてる、まあ、ガーディアン君なんですけどこの子でもいいんですけど、その下にいるアップルパイナちゃんをこう入れ替えてあげると4人ガールズコンビネーションが、ガールズコンビネーションが発動しますね。すごい超具体的な。ありがとうございます。わかりやすい。3番目のやつはイベントのキャラでしたよね確か、まあ、そうですね以前のイベントの、アーケードにも出てます、ね、はい、アーケードのキャラクターですね、はい、私持ってないんだ。ドキ、はい、本音が持ってないんだ。高B から流れないですか。まあいい感じじゃないですか。本当ですか。まあ、パプリスがねコストのあれでちょっと入ってるのがいい感じに。そうですね、はい、コスト1で入るんでね。コスト1で入るんでね、はい、便利なやつです。便利ですね、はい、便利ですね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、続いて園崎さんの普段お使いのデッキを見せていただきたいと思います。はい、じゃん。あ、こっち。お、はい、あ、これか。出ましたね。これ出ましたね。はい、主に一応色いろいろ揃えてちょっと黄色がいないんですけど、はい、これはね、はい、リーダーが振り揃えリデルっていう、はい、イベントを頑張らないと取れないキャラ。ガチじゃねえかって。お正月のイベント頑張らせていただきました。本当に頑張らないと取れない。ガチ確定ですね、これはね。お正月は、はい、やっぱり振り袖のリデルと、あと、おせちガールズにだいぶ助けられました。おせちがちゃんと2番目に入ってますね。はい、はい、ね、やっぱり外せないクルクさんを欲しい。クルクさんが、はい、金に育てましたよ。すごい育てました。すごい。かなりガチですよね。ニコ生のコメントでもガチすぎるっていうコメントがかなり流れてますから。なんかクルクをリーダーにしないあたりがガチっぽい。やっぱりね、振り袖リデルのリーダースキルがやっぱり美味しすぎてですね。そうですね。やっぱりちょっと土日のコイン稼ぎの時にはちょっと欠かせない。コイン稼ぎ。コイン稼ぎ。三連鎖で回復が起きるんですよね。そうですそうです。わかるってすごいコメントがいっぱい。分かってらっしゃる、はい、3連鎖すると全部のカードに、はい、自分の持ってる回復の 0.5 倍分が完全に覚えてる。 0.5 倍分が回復するんです。ごめんなさい、開発運営チーム2人いるんですけど、そんな人説明してるあれはいなかったみたいな。ゲストさんが別に教えました。そこまであんまり覚えてないんですけど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではここでですね、さくらさんにバトルスタンバイをお願いしたいんですけれども、はい、実際にプレイ、ね、そうですね、実際にやっていただきますので、はい、ちょっと準備お願いしたいと思います。はい、はい、
課金課金してますっていうのがちょっとヒーローバンクっていうゲームがあって、そのうまい棒ここに置いてあるんですけど、これもチャリン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 ですよね、ヒーローバンクチャリンチャリン言ってるなんか宣伝しろって言われましたけど、はい、大丈夫そうですか、はい、はい、準備は大丈夫ですか、大丈夫です、はい、それでは参りましょう。さくらさんがバトルにチャレンジ、レディーゴー。あ、リンゴさんだ、あ、間違えちゃった、早速。私本当にあのガチャを回すのしかしないの で、ね、赤なのでヘッポコプレイヤーなので知られちゃった、早速やられちゃいました。やっぱりね、ウイチさんは動かさないと連鎖が全然できないっていう。あ、倒しました。とりあえずリンゴを倒して安全ですね。そう、リンゴ倒したのでかなり安全度は上がりましたね。リンゴは危険なんですよね。何を消せばいいかな。さあ、ここはアドバイス、井上タカコンビでちょっと、はい、ここは教えていいところだと思いますけどなかなかね指をさして教えないと後ろ後ろみたいな感じですよね。志村後ろ後ろ、どれを消せばいいですか。ブヨを消しましょう全部じゃないかみたいな基本緑緑ってコメント来てる。どこの緑か分かんない。どこの緑、どこの緑右下の紫をたくさん消せるので、はい、あ、ここでいいアドバイスが。そこで上の青もついでに消えると。なるほどね、2連鎖2連鎖がメインの方に紫のダメージソースがないから。確かに、あーやられました。きつい、これはきつい、これきついね。これはどうしたらいいかな。黄色の右の方のやつをまず次はリデルゴ攻撃してくるから、はい、黄色の右のやつらしいですよ、さくらさん。だから黄色を残して、黄色残して、うんうん、どこを消しますか黄色と赤を同時に消せると良いんですが、だから斜めに消すしかなくないですか。あの4列、右から4列目 の青いところあたりから赤がつながるように消して斜めに行くと黄色が消えると思います。黄色が消える、あ、こういうことですか。あ、まあ、うん、あ、う、う、そうそう、あ、まあ、そうそう、いいんじゃないかな。緑、あ、惜しい、あ、2連鎖しか行きません。あれは惜しいんだけどな。あ、でもまあ、まだいける、耐えてる。でも黄色が消せないっていう、黄色消せないな、これどうしよう。真ん中の赤を消しつつ広げるような感じでいけるかな。これ難しいな、うん割とガチでやってますけどすいません、時間がかかっちゃって。まあまあまあ大丈夫、はい、ここは真剣にいきましょう、はいはい、完全に、ね、番組自体は押してるんですけどすいません、はい、全然大丈夫です、はい、いや、これ見られながらやると緊張しますから ね、 これね、いや結構緊張すると思います。まあ、でもコメントでサポートするって手も、あ、スケーパンが、でもまだいけそう、まだいける、うん、うんと、お、あ、いいんじゃないですか。お、2連鎖、3連鎖、3、あ、よし、ようやく3連鎖できました。でもポポイが27とかじゃなダメージ27じゃちょっとな、中心に黄色を中心に、はい、なんとかなります、これは。あ、でも、いけそうな気がしますね。そこの右を消して、黄色で、あ、あ、これだか、こい、あ、でも、あ、ダメだった。あ、でも、まあいいんじゃないですか。いけるか、いけるか、いけるか。お、惜しい。もうちょっと、もうちょっと、アミティの攻撃、アミティさんが、アミティさんの攻撃さえ耐えれば、黄色を残しつつは、そうですね、黄色がいいですね。あ、でも黄色消せますよ、上に黄色が、あの予告であるから、上に黄色が控えてるから、はい、あそこをうまく消すと、縦に3つ黄色の間にあるやつを、ね、真ん中の紫、緑、赤を消すと、そうですね、効果、あごおえいや、でも、いや、わかんないですよ。あ、でも、あ、いい、あ、結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ、あ、いい感じじゃないですか。あ、いけましたね、これね、多分これはいけるんじゃ、あ、頑張れ、頑張れ、あ、ティーさん、頑張れ、あやばい、でも青が2枚残ってるから、なんとか青を集中しておけば、そうですね、青でアップルパイなんか頑張る、あ、っちゃいました、まだまだ大丈夫、まだある、まだパンが残ってるから、普通に真剣にやってる、あ、アップルパイナ的なダメージ的にこれきついな、ちょっときついですね、回復タイプなのでなかなか、あ、でもいいじゃないですか、
お、続け、いけるか、続け、あ、でも赤がない、 あ、でも頑張れ、おしゃれ、もうちょっと、ああ、まだいける、いける、まだいける、まだいけるガーディアンの攻撃で倒さなきゃいけないっていうしかも緑っていうね143か、これは、あー、これは熱いですね、すごく熱い、惜しい、熱い、すごい、いい感じになってきましたよ、ギリギリ感、左下、なんか番組っぽい、番組っぽい、あ、あ、緑か、緑を消せば、緑を消しましょう、はい、緑と青かな、そうそう、下の赤とか、ま、うん、そうですね、つながれ、いいと思う、つながれ、来い、あ、惜しい、もうちょっと、パプリスに行ってくれ、これは、これはちょっと無理じゃないですか、頑張れパプリス、まあ、でも青、紫で青、なんとか青、紫で、なんとかなんとか、ちょっと青で、なんとか、もしくは黄色、あそこ行けんじゃないかな、右側の、右側のハートの下の黄色、緑、緑、左の黄色、その紫は無理だってコメントが、あ、でも、会話するでしょ、あ、青、来い、来い、あ、来なかった、ごめん、16、16、でも青溜まったからそこをよそっと消せばちょっと青紫、ちょっと右側のあの辺をなんとかすいません、頑張って本当に時間が押しまくって申し訳ないです、番組的にパプリスの攻撃でいけるのかな、いや、むしろいけるのか、パプリスの攻撃、アンジェ、何か出ました、第3エクシーズ5分前らしいです、謎のアンジェ、グッドラック、これいけんじゃない、青、次で青、グッドラック出てますよ、さくらさん、グッドラック頑張れ、青頑張れ、ギリギリダメかもしれないですね、あ、ギリギリダメかな、あ、勝った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 、倒した、素晴らしい、素晴らしい、すごい、熱い戦いを、いい勝負だった、いや、これね、これはすごいですね、すごいコメントついてます、プロクエ、プロクエ担当してて一番興奮しました、もう1年弱かかるのに、1年弱やってきたことね、こんな熱いプロクエ見たことない、だからバブリスがアミティを倒しました、下克上ですね、これバブリスはできる子なんですよ、首の皮一枚って興奮を隠しきれないです、これすごい、いやー、俺感動した、すいません、熱いバトル、熱いバトル、楽しかった、プロクエ、プロクエの面白さを実感しました、ここで、いやー、坂さん、ありがとうございました、これ本当時間をしてありがとうございます、でここで園崎さんがボコボコに、はい、ボコボコに、はい、相手をお願いします先輩、じゃあガチプレイヤーの、じゃあ、はい、参ります、はい、では園崎さんがチャレンジいたします、はい、レディーゴー、じゃあこちらで、先ほどちょっとご紹介させていただいたデッキとはちょっと違うんですけど、せっかくあの私怪しいクルーズを手に入れましたので、そいつも入れさせていただきます、まあ、さあ、これは一言で言うと、まあ、完全なガチ、完全なガチ、ひどいデッキ、あやくる、だいぶ赤い、だいぶ赤い、ひどいデッキ、あ、ちょっと連鎖できなかったすいません、なんかごめんなさい、あ、でもね、でもね、赤で一色で揃えちゃうとね、あの連鎖が出てこなくなっちゃうんですよね、なるほど、よ、えぐいワンパンって言われてますか、本当に頑張れ、頑張れみたいな、じゃあ、あの次で多分参ります、よいしょ、1しか言わなかった、あ、そうか、魚がいるんだ、魚ね、フフフさんがいるから、タフネスが働いてるから、はい、もう一色そして赤がないっていうね、赤ないな、うん、ま、弱ったな、弱ったな、はい、いや、まあ、なんでも、まあ、ちょっとえい、あ、ちょっとやりすぎた、間違えた、間違えたよ、間違えた、あ、でもこれでいけるな、はい、じゃあちょっとベタに消します、どうかな、あ、何やってんだ、あ、間
違えちゃったよ。間違えちゃった。やだ。いやもうねみんな分かってますからこれ。はい。可愛さをアピールしても。あれ可愛さアピールしても。このガチすぎる。なんなくですね。はい。何のヒントもなく。普通に。不要なんです。はい。ありがとうございました。今園崎さん青の人とあの、はい、対戦しましょうって書いてあったけどごめんね青は青でほらさっきの振袖リデルさんがトップのデッキとか、はいはい、あの緑しかないあのデッキとか揃えてるから、はい、勝つよ。勝つよ宣言。何人でも勝つ。さすがでございます。さすがですね。準備万端っていう。はい。もうね、はい、各曜日であの揃えておりますのでデッキを。さすが。いはい、ありがとうございま す, いますさあそれではですねここで運営チームタカピーからお知らせがあるんですよねはい、いつものあれをいきましょう、はい、新着情報はい、ね、押してますんでどんどんいきます、はいはい、現在ね生活施設アミューズメント施設のコカ・コーラ自販機で、対象飲料を購入するともれなくほっこりスケルトンティーというね初代ぷよぷよからいるスケルトンティーのキャラクターですけどもハトムギチャーですよね世界ハトムギチャー欲しい、はい、かわいいこのほっこりスケルトンティーがもらえますので、はい、ぜひ、買ってみてくださいお近くにあればね、はい期間は2月3日すでにやってます、はい、3月2日まで日曜日までです、はい、セガのゲーセンがないのはすみません、はいはい、ないならはい頑張って行って誰かに頼む誰かに頼む遠距離でコーラ買ってきてみたいな、はい、そうそうコーラ買ってきてで ID を教えてって言えばいいすいません、はい、で次ですねはいコラボレーション情報としまして、現在ねまだ配信されていないんですけどモンハンいつでもアイルライフというカプコンさんの、新作アプリとコラボいたしますはいモンハンいつでもアイルライフということでねアイル可愛いキャラクターがなんか生活をして楽しむゲームということで2月配信を予定しております。はいはいはい。ぷよぷよクエストの方でもコラボレーションとしましてアイルーがついにぷよぷよクエストに登場するということです。進化はするんですか？はい。今3あ進化しますね。進化するんですか？一応今のところ3、4、5という形で進化していくということを考えております。3月に予定してまーす。はい。次の情報イベント情報。はい。あれ新しいキャラ来た。次です。はい今言いたかったはい、ぷよの日記念特別曜日クエストと題しまして現在経験値が5倍上級超上級で王冠ぷよがたまに登場するというのをやってますので今ぜひやってみてください明日までね明日まで記念なんですね、はい、今絶賛経験値稼がせていただいて総崎さんはやってそうさくらさんも課金でガチャ、はい、ガチャガチャしてます経験的に美味しいんですごくうまみのあるクエストですねやってみてくださいそしてそして来た初情報ですね、はい、初情報バレンタインイベントと称しましてチョコレート収集祭りはいバレンタインといえばチョコレートチョコレートを集めて恋するフェイリをゲットしよう手に持ってるのはチョコレートなんですねコメントが、はい、フェイリさんフェイリさんです、はい、これ来週12日の水曜日からイベント開始ですはいはいでクエストイベントを始めればすぐ星さんのフェイリが手に入りますので皆さんぜひ、はい皆さん手に入れてくださいはいそんな感じでございます絶対欲しいフェイリさんそして今ねまだちょっと追加してないんですけど星6今作ってますはい2月ついこの間星5が出たあれじゃないですか星6はね今アミティとかの魔導シリーズとあと3シリーズつってハーピーとかミノタウルス、ラグナスとかその辺が星6なんですけどそれ以外も星6追加していきますはいリスクマ先輩はいはいシェゾーはいフェイリさんねはいレムレス先輩ルームレス先輩はいこれ初登場ですねグルークが出てきたそしてウィッチウィッチ、はい、ウィッチだ、まあ、さくらさんはいさくらさんなんかはいなんか喋ってくださいなんか喋ってください、はい、何喋るのこれ何魔導石活動とかで出るんですか星6はまあそれはちょっと内緒的な感じですけどからない、はい、オイスとかどうですかあじゃあオイスも含めつつはいオイスあなたが欲しいですわ
かわいい。やべ、かわいい。いや、ドラコが俺の嫁かと思ってたけど、ウィッチかな。それは言わない方がいいですよ。ウィッチ俺の嫁かな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。そしてですね、ちょっと告知がございます。はい、公式ニコニコ生放送セガネットワークスアットアップバンクということで、毎月やってるんですけども、その放送をバレンタイン2月14日金曜日20時に放送が決まりました。はい、人気さんバレンタインということなので、お前のチョコが欲しい、ちょっと切れちゃいましたなんか切れてましたけど、なんか音が切れちゃいましたなんかまあね、そういう感じでバレンタイン やりますので、はい、スペシャルゲストも出ますんで、ぜひね、ご覧ください。ぴよぴよケーストとチェインクロニクルと、これはアンジェ・アンジェビエルジュですね、はいはい、それを主体とした、はい、番組になってます。ぴよぴよテトリスとかも使ってくださいよ、番組で。あ、マジですか。使っていいんであれば、使ってくださいよ。スペシャルゲストとぴよぴよテトリス対決とかやっちゃおうかなと。いいと思いますよ、はい、ぜひ見てください。じゃあちょっと やろうかな。あの園崎さんとさくらさんもあのお仕事お待ちしておりますって代わりに言っちゃうっていう。このガチプレイヤーの中方のなんかで、はい、ぜひよろしくお願いしますということでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。たかぴーさん、はい、視聴者プレゼントもぜひご紹介お願いします。え、何のことですか。はい、あの視聴者の方全員にプレゼントっていうことで。ああ、はい、担当が今めっちゃ笑ってましたよ、ね、いつものあれいつものあれ、はい、あの番組を視聴していただきありがとうございます。じゃあね、やっぱり魔導石3個プレゼントいたします。3個それじゃあガチャが引けないんですけど。あのプレゼント受け取り方法は、2月7日今回については、あの明日の昼12時までになっております。あ、いつもより長いですね、はい、いつも当日中でしたもんね。23時に終わってなんか時間がないんで結構、はい、ちょっと猶予が明日のお昼までとなってます確かに時間がないですね、はい、で、いきま、QR コード出せますか。はい、こちらが QR コードです。でね、結構 URL がね、バレやすくて、その番組の前になんかそれは設定が悪いんで、なんか Twitter で拡散されたってことがありましたんで、Twitter で拡散はしちゃいけないんですか。え、しちゃいけない。しないでね。いや、井上くんどうですか。しちゃいけないしてもいいかな。いや基本的にしないでいただけるとありがたいかもしれない。あ、今でも園崎さんと佐久間さん、はい、ここスキャンすればできますよ。はい、はい、今ダウンロードできますからね。それを見てね、はい、新しいユーザーが増えるかもしれない。そうですね、あのツイッターでやるのはあまり良くないと思いますけれども、あの、はい、みんな遊んでいただけるならガンガン。ごめんなさい、あのダメですやっぱりみんなが仲良くなって個別でメールとかメッセージとかすればいいんだよまあそういうのはギリセーフかな、はい、不特定多数はちょっとね、ちょっとね、はい、あのしかも番組見てもらわないとちょっと切ない感じ、はい、そうですよ、はい、番組見てくださった方特典ですもん。ちなみにアップバンクの番組とかも、ね、やってたりします。はい、アップバンクの方でもね、じゃあ14日見ないと8時から、はい、夜の配ったりしてます、はい、あ、早速いただきましたという、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、お話盛り上がっていますが、はい、大丈夫そうですか。ただやっぱりですね、はい、あのいつもと同じじゃないかって思ってる方もいると思うので、そうだ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 、はい、もうちょっと欲しいな。マジっすか。コメントでもありましたよ、ガチャ引けないって。高井上どうすかって、あの誰かお願いすれば、コメントでお願いしたら2人がちょっと折れるかもしれない、ね、コメントで。そうですよね、ちょっと増やしたいですよね、やっぱり24個。それはちょっと多い、ね、それはちょっとどうだなるほど、わかりました。じゃあね、なんかちょっとチャレンジ的なことやって、あ、はい、成功したらお願いします。追加で追加で2個追加で2個で2個だから合計5個で窓石ガチャとかもできると。やったやった、いう感じでどうですか。確かによしよし、これで1回引けるよ、頑張りましょうこれで星4のアルブが出ないかな。じゃあ行きますか。行きますか。あれ、なんか振りがありますね、もしかして。で、ジェフラピーからの挑戦ギエオいやスタッフが気を使ってくれました。今なんか、あれ、なんだなんだ、どっから、なんか知らない人が今、今2階から声が知らない人が今、乾いた拍手が来ましたけども。
高見さん、今どこからキャラを出したんですか。いや、まあ、頭のてっぺんから頭のてっぺんからよく来ましたね。はい、じゃあね、高見からの挑戦状ということで大連鎖チャレンジ、はい、大連鎖チャンスしかできない、ロームを持ってきましたんで、それを使って、5回中3回成功したら魔導石追加で2個あげましょう。お、ゆるい。え、誰が。いや、それは代表ですよ。代表。しまった、お客様代表。言い出しっぺの私たち。いや、それ、私はちょっとヘッポコプレイヤーなので、ここはね、ガチな、あれちょっと、あれ園崎さんとかにやっていただいた方が。しまった、ちょっと言い出しっぺりが重くなったよ。わあ、ほらさっきのね、コーナーでもあったんですけど、期待されるとね、弱かったりするんで。そうですね、取れなかったらごめんね。キャスリンさんにボコボコにやられて、ほんと、そう、キャスリンさんにボコボコ、フルボコにされてしまったんですけれども。わあ、じゃあやりましょうか。じゃあ、はい、高見からの挑戦状を受けてみたいと思います。わあ、緊張するな。大丈夫かな。はい、では準備お願いします。こちらにご用意されている画面がございます。まだかな。あ、OK、はい、準備できましたか。はい、では早速参りましょう。タカピーからの挑戦状です。じゃん、これレディーゴー。はい、どれか1個消せば、大レサちゃんと始まります。いつもさ、はい、この大レサちゃん1個1個消せ1個1個1個、あれだ、あれだ、あれあれ、おお正解。いやまず1回、まず1回です。よし、あと2回ですね。はい、ちゃんとね、ガチプレイヤーさんには簡単すぎちゃった。簡単すぎちゃったかもしれない。よしよしよし、1個消すと、いきます。あ、あれ、あ、これじゃない、これじゃない。早い、早い、これはもうリーチかかりました。やったー。よし、2回だ。あと1回ですね、あと1回ですね。ラストワンですね。てか牛しかいないよ。海牛。海牛しかいないよ。すごいね。海牛コンビネーション。牛コンビネーション。運営一押し。2個。海牛。2個。2個。2個。ああ、そうだよね。これでしょう。ああ、もう。なんだこれ。楽勝すぎる。やったー。ああ、もう。お見事です。ま、実力だね。かっこいい。クルークルークルーク。で、あれもう、あれもう、あ、もう大丈夫、3回成功です。今3回、3回成功しましたよね。3回成功しました。ありがとうございます。みんな応援ありがとう。ありがとうございます。おめでとう。よかった。いつも自分でやってる時に大連鎖チャンス出てくると、はい、時々5個とか4個とか5個とかなって、しかもこう、まっすぐじゃなかったりまとまってなかったりして、え、これ、え、なにこれ、え、どこどこ、あー、時間切れって言って、結局攻撃もできずに終わるっていうところが。よくあります、よくあります。いや、今楽勝でしたよね。簡単なやつでよかったです。本当に運が良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、こちらの QR コードの発表はこの番組が終わるまでにはご用意いただけるということで。間に合います。ご用意って言うことなんですよ、これ。今から、今から、もう、はい、分かりました。今からちょっと走って行ってきます。お願いします。お願いします。大丈夫、私も行った方がいいですか。窓席2個の QR コードください。いや、後で番組の最後に出ますんで、はい、それをお待ちください。間に合いますね、番組最後。走れば、ここセガでやってるんで、まあ走っていけば、はい、なんとかなると思います。はい、はい、はい、お願いします。それでは最後に一言ずつコメントいただきたいと思います。まずはさくらさん、お願いします。はい、私はもうとってもとってもヘッポコプレイヤーなんですけれども、ぷよぷよクエスト本当に楽しいので、まだやってないよって方もぜひぜひやっていただければなと思います。ガチャ楽しいよ。ありがとうございました。ありがとうございます。では園崎さん、お願いします。はい、そんなわけで、日々私が使っている、デッキを皆さんにご披露することになるとは思いませんでしたけれども、割とこうコツコツやっていくと、いろいろ楽しめるゲームですし、本当に短時間で進められるものなので、ちょこっとした合間の時間つぶしにすごくいいゲームだと思います。あとキャラもまたきっとどんどん増えていったらいいななんて思っていて、ボイスもね、私は本当にもう怪しいクルークが登場した時にボイス収録しますよって言われた時に、もうやったー、全国の怪しいクルークファンのみんなお待たせと思って
対できないってましたもんね。でも、もう必死の思いでちょっと撮ったんですけれども、あのガチャも楽しめますし、あのバトルも楽しめますし、あとね、いろんなイベントもとにかく盛りだくさんで、がっちりやっても、ゆるくやっても、皆さんのこのスタンスで楽しんでいただけるゲームだと思ってるので、私またなんか開発みたいですね、すいません。そうですっていうぐらい大変していただいて、すごい、すごい私なんか楽しんじゃってて、ありがとうございます。プレッシャーかかります。ぜひ時々イヤホンなどにして、みんな声優陣が収録したボイスも楽しんでいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではイノギ、はい、ぷよぷよクエストもこれからももっと熱く面白くしていく要素をいろいろ仕込んでますので、楽しみにしていただけたらなと思ってます。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございま す, いますでは、タカピー。はい、いつも遊んでいただいてありがとうございます。4月になんかちょっと新展開を考えてますんで、はい、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では最後に細山田プロデューサーお願いします。はい、熱く語ろうと思ってたんですけど、去年ぷよ時間テレビでぷよぷよキャスト配信しますって必死に言ってたんですけど、覚えてる人いるのかなって思ったんですけど、まあ、すごい盛り上がってもらってよかったなっていうのがあるのと、もともとぷよぷよ20周年の時に作ってて、作ろうとしていろいろあってちょっと時間かかったんですけど、今後もちょっとみんなで盛り上げていければいいかなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、この後はまだまだぷよ、もっとぷよです。